書通りの干渉プーチン氏5選、対立候補排除にスマホ追跡、うん、投票強制っていう、はい、もうおよそ民主主義国家とか思えないロシアの選挙、はい、大統領選挙が行われまして、はい、ロシアのプーチン大統領は17日開票の大統領選で、投票率と得票率がいずれも目標を上回る圧勝を果たした、対立候補の排除や投票の強制、独立した選挙監視の不在など、さまざまな問題点が指摘されており、 正当性には大きな疑問符がついていてるモスクワにあるプーチン氏の選対本部で17日深夜に始まった記者会見ではえ米国の記者がプーチン氏にあなたはこれを民主主義と呼ぶのかと詰め寄ったプーチン氏は私は我々の選挙が民主的だと考えていると色を成して反論したが選挙の不正を訴える声はロ国内からも多数上がっていると、はい、なんかガチの不正選挙が行われたんじゃないかっていう,、はいうね、話がありますよね。はい 官庁や国営企業では平日だった投票初日の15日に職員らに投票に行くことが強要された投票の事実を裏付けるためにスマホのアプリを利用して個人の携帯電話番号と投票所をひぼ付け追跡した <laughs> 今回の大統領選では都市部や前回投票率が低かった地域などで電子投票が導入された独立系メディアは電子投票では票が操作されても確認のしようがない と指摘するある投票所の投票率が、うんえー、5時間で2%から75%に急増したり、はい、複数の投票所で投票率が同じ推移を見せたりするなど不自然な動きが確認されたというプーチンジャンプが <laughs> でもそういうのは絶対言わないですよね <laughs> 確かに陰謀界隈では確かに、ねえー、プーチン政権下で実施された選挙ではこれまでも1人の有権者が繰り返し投票したり投票用紙の束を投票箱に押し込んだりする不正が繰り返されてきた。はい さらにガス抜きじゃないですけどホーマツ候補リベラル候補を出してガス抜きするっていうのがあったんですけど今回ウクライナ侵攻もあってそっちが人気になってきちゃったていうのがあるんですよね。でそいつを出さないようにしたとかめちゃくちゃな状況になって圧勝したということで知名度がないからねだから知名度がないやつしか出ないようにしてるから入らないよねなかなか。 まあでもどんどんやっぱロシアっいうのは民主主義から後退しているんだなというのがもうこれでも明らかだと思うんですよね。で、まあ、勝ちはしましたけれども、うん、まあだからもうプーチンが死ぬまでの戦いですよねこれはそうですもうこれは決まってますしね、うん、で、選挙は毎回不正ですから、うん、で、まあね、ロシアの言葉にあの投票者よりも数えるやつが大事だっていう <laughs> <laughs> 選挙の。<laughs> <laughs> もう選挙の意味がない,、ね、い,い意味がないんですよカレーが大はい。それを何票にカウントするのかあ <laughs> ったものをなかったことにしそうなんですよだからもう無理なんね、うん、これは本当にそうですね、はい、やっぱフランクフルトあたりで銃撃戦をやってサーバーを取り戻してもね、はい、もう電子戦もあったしねあのなんか投票所でなんかこうやってあの、うんえー、一般市民が全然来ない時間帯に、はい 係員たちがわってボン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 入れてるし出てましたね動画がねあれもだからどこまで本当なのか分かんないんですけどね本当にっていうのがだから今もう本当怖いですよね変に情報に乗っかりにくいというか特に SNS 発の訳の分からん動画とかいっぱいあるじゃないですかいつ撮られたのかも分かんないしそれがだって4年前かもしれないしもう分からない状況なのでやっぱ安易に情報判断するのが 難しいというか、はい、やっちゃだめだなというのはありますよねこの選挙の前にですねあのナワリヌイ氏が、はい、亡くなったわけですけれども、うんえー、ナワリヌイ氏の名、初言及プーチン氏死去にそれが人生っていう、うん、なんかあのちょっとが蓄ある言葉に見せてとんでもないやつだなっていうのが明らかになる記事なんですが、はい、読売新聞ですねロシアのプーチン大統領は17日深夜に始めた記者会見で2月に獄死した。 反政権運動指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の名前に初めて言及したプーチン氏はこれまでナワリヌイ氏をあのブロガーなどと,と呼び <laughs> 名前を口にしてこなかったシーンをぐって憶測,が憶測を呼びそうだプーチン氏はナワリヌイ氏の死去は悲しい出来事だが刑務所で人が死ぬことはある <laughs> と<び>た <laughs> それが人生だとも語ったっていう <laughs> ことなんですけどなんて白らじらしいそうですね本当に たたたまたま獄死したって誰も捉えないですよね。はい、捉えないですねだってちょっと前に会った弁護士とかいるわけですしそんな突然するかなということですから、うん、でなんかその、まあ、人質交換する案があったという西側諸国と,、うん、という案があったというのを明かして私は同意したが不幸なことが起きた、うん、と述べたと、うんうん、いうことなんでまあだからそういうのを見越して殺し合えっていうそういうのがあったのかもしれませんね。 そうですねま,、うん、また選挙前だから何かやられたら困るっていうので、うん、まあこのタイミングで殺しちゃえというのもあったのかもしれないし、うんうん、あとし、まあと反プーチンの名簿を作るのにね、はい、やっぱりこう何よりか死んだら、うん、そこに集まってきたやつを全員動画に撮って名前とか名寄せとかしてて一いって、まあ、そうそうそうまあ80人ぐらい逮捕したとかいろいろ出てましたけど、うん、もう逮捕まあ その予備の、ねうん、人たちもまた名簿化してるでしょうからねいや本当日本に生まれてよかったなと思いますよ、ね。いやもう中国の事例とか、うん、北朝鮮とか、うん、このロシアの事例とか聞いてると、うん、もういかに日本がいい国かっていう、うんはい、いかにその平和で民主的な、うん 国なののかかっていううが分かりますすよねそうですだってもう選挙も普通にあるし。日本が一番ちゃんとした民主主義国じゃないかなと思います。そうす。アメリカはもう完全に落ちたんで。アメリカは盗まれた選挙だって言ってるわけですから。うん、で、ひっくり返そうとまでしたわけです。選挙結果を受け入れない民主主義国っていうのはおかしいわけなんですよ。うん、だからアメリカは、まあ、二軍落ちですよ。うん、民主主義国のリーダーのように見えて、うん、あれは あのトランプのせいで、はい、あの二軍落ちしててしかも、はい、その二軍落ちさせたアメリカあのトランプをまた共和党トップにさせようとしてるっていう時点で,で、ね、やっぱこいつらやばいやつだなっていういあれをだから支持してるのがすごいですよね今となってはだだって犯罪者だよ、はい、91件の、うん あの容疑が、はい、<laughs> あって裁判抱えてんのにそれで大統領になるっていうのはちょっとおかしいでしょ<笑><笑>でやっぱり光の戦士ですから世界を救うっていうシナリオにそうだから日本のね田中角栄のその、うん、容疑は別に僕はいいと思うんですよ、うん、別に賄賂もらったかもらってないからまだ裁判中だって、うん、あれ1件じゃないそれでなんのにトランプは91件だから、はい しかも、脱税からさ、ポルノ・ジュリエの口止め料の、それの賄賂の不記載とか、いろいろ複数のものがあって、で、部下も散々切り捨ててるわけですよ、人格的にもちょっとやばいと思うんですよ。だからヘイリーでよかったんじゃないかなって思いますけどね。ヘイリーだったら、本当にみんなが OK だったと思いますヨーロッパも OK、日本も OK。 付き合本戦でもやっぱりバイデン対ヘイリーだったらヘイリーになってたんじゃないかないそれでバイデンはトランプが出るってことで安心してたんですよ。ヘイリーが負けを認めたからあ,<ー>あれヘイリーが来てたらヘイリーが勝つっていうあの世論調査が出てたんですよ。うん、だから共和党にしてみてもヘイリーが勝った方が良かったのに。うん そうですねだってバイデンがまた今度勝ったとしても我々、不安じゃない高齢者でそしたらバイデンが倒れたらカマラ・ハリスになるわけでしょうですね最悪じいうかその可能性かなりありますよあるあるあるだから結構やばいんですよだからそれこそだって大統領就任時に亡くなったりとかしたら在任中に亡くなったら繰り上げで副大統領がなってしまうっていう感じになってしまうので。 やっぱりちょっと我々バイデンじゃまずいと、うん、かといってトランプでいいのかっていうのはやっぱりアメリカの国体が歪むっていうのも嫌だし、うん、ちょっと日本の政治家がね安倍さんがない,いないのにあのトランプがねちょっと台湾俺守る気ないよって言われた時にどうすんのと、うん、いやもう鬼の岸田がいますからんな鬼の日本には。 で、本当にそう、民主主義としてはね、あのアメリカも二軍落ちですよ。そうですね。はい。あのペンス、あの元副大統領、なんかもトランプ支持しねえっていう話をしてますからね。そうです。あれは共和党内でも、やっぱ不和が生まれてる。いや、男ペンスですよ。まあ、ペンスは自分が殺されそうになりましたからね。そうですね。あの議事堂選挙の時に、あのペンスの、ペンスを殺しに行くってやつらを、あの。まあ。 トランプが向けたとかはむけたみたいな感じもありますんでねペロシとペンスは危なかったですよあの時いたらはい男ペンスそうです立派なペンスっていうあの神戸大学のやつみたいな状態でしたからねやる気でいましたからね本当にそうやる気で来てましたからでもそういうのが分からない人はペンスが裏切ったみたいな話をていうか今も書いてるやついますからねいやちょっとだめだね本当に分かってないやつですねそれはいや困った本当に 話だなと思うんですけども、まあでもも3月から4月になろうとしてるわけじゃないですか。アメリカ大統領選挙も近づいてますからね。いやというか自民党総裁選もありますからね。そうです。今年は本当激動のあれますよ。だって岸田さんが残るか、はい。それ以外の誰か強い候補が出てくるかっていうのもあるじゃないですか。そうですね。い。や個人的にはもう岸田さんにもう二期目をやってもらいたいなと思うんですよね。一応安定してんですよね。そうなんです。実はあの。 支持率は低いけどまあまあやることかなり安倍路線もほぼ全部安倍さんが残した宿題をほぼ全部一応やってるんですよ。というかじゃあ自民党の他の人で何ができるんだって言ったらそうですなかなか難しいと思いますすねそれだって小泉進次郎さんとかに急になったとしてもなかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますしまあ岸田さん なんとか頑張ってほしいなと、いうふうに思いますけど、ねすね。あの日経平均が4万円になってんのに支持率下がるっていうのはやっぱり日本の報じ方悪いと思いますよ。はい、いやそうですね。正直、うん、株が史上最高値で支持率下げるっていうのは本当経済オンチですよ。うん、あのマスコミも国民も。はい。いただそういうのをなんか不安煽った方が、うん。 なんか盛り上るっていうかねそうなんだと思いますけどいやいや株価最高値ですよとそうだから今だったら岸田政権を叩いた方がなんか盛り上がるんですよね岸田もうだめだみたいな今それやめろ岸田みたいなもう呼び捨てにするとかいう感じがいやだから不健全だなという感じはしますよね。